しょ。さらに早まねつきのサバと関サバのオブジェなんて金と銀で作っちゃうんだから、ってこんなのできるわけないでしょ。それからそれから、4000メートル級の深海に生息するって言われてる全長12メートルの、ってこんなのいるわけ、マジか。美月、今の話は本当か？そんな偉大極まりないサバがこの世にはいるのか？リルさん、それはその、まさか嘘なのか？今のは私をおびき出すため。うま、あしないでくださいね。ああ、その時は次回のお楽しみだ。というのが採取の大体の流れですね。わあ、なんかつまんなそうだな。確かに屋台や出店みたいな華やかさはありませんけど、これを楽しみに来られる方が多いんですから。そうなのか？ええ、年に一度クジラ神様に会う機会がここしかない人も多いんです。しきたりや儀礼はそれを円滑で安全に執り行うためにも重要なんです。そんなものか？言えばいつでも会うくらい構わんのだが。そういうことは間違っても口に出さないでくださいね。ん？リルさんは、リルさんが考えてる以上にすごい力を持ってるんです。それを良くないことに利用しようって人だっているかもしれないんですから。なんだか窮屈っぽいな。儀礼の間だけですよ。終わったら自由行動で構いませんから。うん、それならまあ、しかし真意という化粧とやらはなんとかならんのか？動きづらいし暑いし、もうちょっと。そうすると儀礼が終わった後にサバ缶屋台に行けなくなりますよ。あ、まあ、あの化粧とカムイがなければ、普通の人にはリルさんがクジラ神様だってわからないんですから。もしクジラ神様が屋台に向かったなんて知れたら、パニックでサバ缶どころじゃなくなっちゃいます。